昨日125日間止まっていた J リーグが動き出しました。今なお不安の中にいるサポーターへ向け、勇気と笑顔を届けるため選手たちはピッチへと向かいます。サンガスタジアムバイ京セラです。2020明治安田生命 J2 リーグ第2節、京都サンガ FC 対ジュビロ磐田の一戦です。この試合の解説は元日本代表フォワードで現在は大阪産業大学准教授佐藤義明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ J リーグが再開されましたね。そうですね、本当に待ちに待ったサッカーのある日常が戻ってきたなという感じですね。はい、さて今シーズンの明治安田生命 J リーグ、さまざまな変更点が出てまいりました。すべてのカテゴリーで降格なし、 J2 から J1 への昇格は上位2チームの自動昇格、 J1 参入プレーオフは開催しない、選手交代枠は5人、交代回数はハーフタイムを除き3回、 J1 での VAR は実施しないということになりました。さてまずホームの京都なんですが、佐藤さん、今シーズンは大きくチームが変わりましたね。はい、大型補強を、ね、観光して、ね、チーム全体の雰囲気もガラッと変わった感じですよね。ただそういう中で京都らしいサッカーをどのように展開していくか、それが継続していって勝利に結びつけばより強固なチームになっていくでしょうね。なるほど、新スタジアムをリモートマッチで迎える京都でもあります。一方の磐田なんですが、練習試合を見てもこの中断期間でチーム力が上がってる気がするんですかね。昨年末にね、フェロ監督が就任して、そしてずっと自分たちのサッカーというものを継続してトレーニングし、それを実践でというところでね、開幕戦も解消しましたし、この中断期間もそれなりの手応えがあるんじゃないでしょうかね。はい、練習試合でも力強さを見せているのがジュビロ磐田です。まずは両クラブのスタメンとサブをご覧いただきたいと思います。京都です。ゴールキーパー若原、最終ライン3バックと予想しました。安藤、バイス、森脇、ボランチには庄司と金久保、ウイングバックには飯田と荒木、ワントップピーター豊に、ツーシャドウは曽根田と宮吉と予想しています。サブはご覧の選手です。一方のジュビロ磐田のスタメンとサブです。ゴールキーパー八田、最終ラインは小川大輝、大部、藤田、宮崎、ボランチには上原と大型レフティーの伊藤博樹、サイドハーフは右に松本、左に山本、ツートップは小川光輝とルキアンと予想しています。サブはご覧の選手が入っています。さて京都の注目選手なんですが、まずはピーター豊選手を挙げてくださいましたね。はい、J1 で得点王になるなどね、実績十分なストライカーですよね。躍動感のあるプレーで彼が相手最終ラインに仕掛けていく、そういうところが非常に見どころですし、その彼の引っ張り上げたスペースに宮吉、曽根田侵入して仕掛けていくという京都の攻撃のキーマンと言っていいでしょうね。はい、実吉監督のインタビューをご覧ください。いよいよ J リーグが再開しました。この日を迎えて今の心境をお聞かせください。そうですね、ようやくっていうところと、まあ、ここに至るまでといろんな人のこう我慢とか苦労とかでを考えると本当こう嬉しさはもうすごく込み上げてきますね。練習を再開して1ヶ月ちょっとだと思いますが、選手のコンディション、あとチームの状態、どのように見ていますか？まだ1ヶ月弱ですかね、正確にはの中で、まあ、考えると、まあ、時間的には短いですけどすごくいい状態ではあると思います。はい、みんな集中力高く練習も取り組んでて、はい、京都にとっては新スタジアム初の公式戦となります。どんな戦いを見せていきたいですか？サポーターとともにっていうところはね、今日はできないですけど、もう熱いサッカーを見せていきたいですね。ありがとうございます。一方ジュビロの注目選手は若きストライカー小川光輝選手を挙げてくださいました。はい、ジュビロだけでなくね、東京オリンピックのエース候補でもありますからね。そういう意味でも彼が経験そして実績を積み上げていくことによってね、彼自身が求めるストライカー像に本当に近づいて完成形をイメージできるようなプレーを見せてほしいかなと思います。今日はこの会場に森保監督もいらっしゃってますもんね。まあ、やはり彼のプレーを見に来たんでしょうね。はい、それではフベロ監督のインタビューをご覧ください。 J リーグ再開にあたり今の監督の思いを聞かせてください。
Bueno, estamos muy contentos, muy, muy motivados después de prácticamente 4 meses del último partido. Estamos con muchas ganas, sabemos que va a ser un partido difícil y obviamente con un objetivo que es el de conseguir los 3 puntos. 約4ヶ月のこう中断がある中で非常にやる気に今満ち溢れています。で難しい試合になるとは思っていますが、僕たちの目標は勝ち点3を取ることです。この中断期間中にチームとして積み上げができた部分、どういった部分ですか？Durante estas semanas de coronavirus, ¿qué punto pudimos mejorar? Bueno, hemos estado trabajando en todos los aspectos. Hemos estado trabajando en la parte física, en la parte colectiva del equipo, tanto a nivel ofensivo como defensivo, y sobre todo intentar mejorar en todos los aspectos del juego.攻守においてこう全ての要素を向上することができたと思っています。京都サポーターの夢と J リーグ関係者の思いが詰まったサンガスタジアムバイ京セラへ選手たちがやってきています。ジュビロの選手がバラバラではあるんですが、このピッチの中に入っています。いや、佐藤さん、リモートマッチでの新スタジアム公式戦初戦ということになりましたね。そうですね、本当はね、このスタジアムに多くの観客がね、サポーターが来られてというのは理想だったんでしょうけれども、まあ、あらゆる意味で日本だけでなく世界、地球規模での有事ですから、こういう中でのリモートマッチということができること自体をまずは喜ぶべきなんでしょうね。はい、まあ、そして選手たちがプレーでサポーターの皆さんに笑顔と元気を届ける、そんな思いを持ってこのピッチの中に入っています。小川航基を見つめる森保監督の姿も映りました。まあ、森保監督もやはり小川航基の出来というのも注目しているでしょうね。やはりストライカーの存在というのはチームにとって本当に大きいと思います。はい、その中にその若手のチームであるとはいえしっかりと実績を残す、そういうことによって信頼得て、そして自分自身の自信を持つことができるストライカーが本当に喉から手が出るほど欲しいんだと思いますね。そして京都の選手たちもこの新スタジアムにやってきています。京都サンガ FC の選手たちの心の中にはプレシーズンマッチで鳴り響いたサポーターの魂の声が残っているはずです。まあ、実吉監督もあの時の雰囲気というのは体感として残っているから、それを思い出しながら指揮を取りたいという話を佐藤さんされていたんですね。まあ、やはりね、本来ならば整列してピッチに入場してくるんですけれどもね、今この映像に映っているようにある種バラバラに出てくることになる。はい、本来ならば入場した瞬間にメインスタンドの大歓声が響いてというところはね、プレイヤーとしての喜びの一つだと思いますけれども、まあ、それは今回ないというところでね、今後の試合にというところではきっちりと結果を残すということが最大の使命になってくるでしょうね。そうですね。まあ、J1 昇格に向けて大事な大事な一戦でもあります、両クラブの選手たちです。まあ、このジュビロとさらには京都サンガ FC、 この両クラブというのはこの J1 昇格候補の2クラブになってますもんね。はい、まあ、この両チームがね、早々に対戦するようになってますけれども、最終節に近づくにつれて共に順位を気にしながら戦えるようなチームになってくれればいいですよね。そうですね。写真撮影の後気合い入れて選手たちがピッチに散っていきました。注目のピーター・ウタカです。開幕戦は2対0で勝ったジュビロ磐田、一方1対0で敗れた京都サンガ FC でもあります。ホーム京都サンガ FC 新スタジアム公式戦初戦です。一方ジュビロ磐田、このアウェーとはいえ新スタジアム、お客さんが入った中でプレーしたかった、そんな思いもあります、そう話してくれた選手もいます。試合に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症の医療現場においてご尽力されている医療従事者の皆様、その関係者の皆様へ感謝の気持ちを伝えるために、選手、審判団、関係者より拍手をお送りしたいと思います。you
療従事者の方への感謝を込めての拍手が送られました。さあ、両クラブの選手たちの声が鳴り響いています。この試合の審判団です。主審谷本亮、副審村井亮介と上田文平、第4の審判員は小屋光栄です。それでは京都サンガ FC のフォーメーションをご覧いただきます。3センターバックと予想しました。はい、ピーター・ウタカが、ね、ボールを持つ、もしくは相手の背後に飛び出そうとして最終ラインを引っ張ったところに相手のボランチとのスペースが空きますからね。そこに宮吉、曽根が仕掛けることができれば京都のペースになるでしょうね。はい、ピーター・ウタカとツーシャドーの関係に注目です。一方、ジュビロ磐田のフォーメーションです。こちらはフベロ監督の 4-4-2 は変わらないと予想しています。はい、4バックの、ね、サイド2サイドのボール回しの中に引いてきたルキアンの足元にポストプレーができる、それもしくはそこの伊藤に小川光輝への背後へのスルーパス、そういうものが織り交ぜられるようになるとジュビロのペースになると思います。なるほど、まあ、小川光輝、ルキアン、さらにはペナルティエリアの角、この辺りをうまく使ってくるのは今シーズンのジュビロ磐田でもあります。京都サンガ FC を率いる実吉憲忠監督は画面越しの声援も感じながら指揮を取りたいと話しています。一方、磐田を率いるフェルナンド・フベロ監督は来シーズン J1 へ戻ることだけを考えてやると語っています。昨シーズンはクラブ史上初の J1 での最下位だったジュビロ磐田、一方昨シーズン22節から24節までは J2 で首位に立っていたのがこの京都サンガ FC です。大型補強をして J1 に返り咲くことができるかどうか京都、一方の1年で J1 に戻れるかジュビロ磐田。さあ、まずこの両クラブの対戦なんですが、佐藤さん、戦術的にどのあたりにポイントあったらよろしいでしょうか。はい、3バック気味の京都と4バックのジュビロ、あらゆる意味で噛み合わせがずれが起きると思いますね、はい、そこに対してしっかりと自分たちの特徴を前面に出すことができるのか、相手の仕掛けてくるのを自分たちの守り方でボールを奪うことができるのか、そういうところが見どころの一つかなと思います、この並びを見るとやはり京都は3センターバックということになりそうです。ウイングバックは飯田と荒木、荒木はかつてジュビロのサックスブルーのユニフォームに袖を通していました。新たな歴史を刻み込むキックオフのホイッスルが鳴っています。まずは森脇、昨シーズンからボールをつなぐことに取り組んでいるのは京都、ワンツーで前に出ようというところですが、3人で囲んでいる磐田、ルキアンはどうする、いいコントロールですがホイッスルは鳴りません。もう一度最終ラインから組み立てる京都、安藤から荒木、ここはタッチを割っていきました。まあ、ジュビロの選手には本当にお世話になったんです、荒木はそう話しています。曽根は抜け出せません。ただ荒木が囲んでボールを奪った京都、レフェリーも、ね、少々のことではファールは取らないですね、はい、ですから一つの基準としてはあの程度のコンタクトで倒れるというのはファールにはならないということですね。それが今シーズンから取り組んでいる J リーグのジャッジメントですもんね。そしてこの入りなんですが、京都はやはり後ろからつないでいくというのがはっきり分かりましたね。そうですね、比較的ね、ジュビロの最終ラインがまずは深めに取っていますから、自分たちが主導権を取って前につないでいこうという印象ですけどもね、はい、一方のジュビロはこのサイドをうまく使っていくかどうか、レフティの伊藤洋樹、センターバックの間に落ちながらビルドアップしていきます。まあ、フベロ監督も非常に期待しているというのがこの伊藤でもありますが、センターバックの間にいます。今持ったのは藤田、さらにレフティの宮崎、前線ルキアンと小川光輝は動き出していますが、左サイドから行こうというジュビロ、コンパクトなブロックを作っているのが京都です。最終ライン5枚、宮崎、飯田がつきますがタッチを割っていきます。ここは京都がビルドアップを許しませんでした。ジュビロはフォーメーションの表記上は4
4バックの 4-4 になるんですけどもね、はい、しっかりと自分たちがつないでいくときに伊藤15番が下がって3バックになりますから、そういう意味でも京都の3バックとマッチアップしやすいというところになるんでしょう。なるほど。上原、そしてその間に落ちるのはこの上原と伊藤博樹ということになります。ここはうまく取った荒木、浮き球を使います。安藤、最終ラインにプレッシャーをかける岩田、森脇はどうする、ロングボール、ピーター・ウタカを狙います。小川幸喜、競り合う、伊藤から宮崎、レフティのパス交換です。藤田から小川大輝、ここでプレッシャーをかけますが宮崎、ジブラはこういう形でね、サイドトゥーサイドのパスをつないできますから、しっかりと京都のスライドをしながら狙いどころを作るというところが大事ですね。京都の守備というのは最終ライン5枚、そしてその前には3人から4人という形になりますが、今は2人が最前線にいました。宮崎、間で受けた山本康介、もちろんセンターでもプレーできる選手ですが、このサイドチェンジが佐藤さんおっしゃったように特徴的ですね。ジブラはね、こういうところでボールの起点となるところに必ずサポートが1人か2人来るんですね、はい、そこから崩しに行きたいんですけれども、京都の守り方もその次の縦パスを警戒していますから、なかなかジュビロは入れられないというシチュエーションですね。サイドにはボールは出ているんですが、なかなか中央の縦パスというのを通させないのが京都のここまでの守り、この入りということになっています。そしてピーター・ウタカと宮吉がセンターバックにプレッシャーをかけるような形になっています。こちらレフティの宮崎、まあ、ですが京都も宮吉が下がって5-4-1のケースもあれば、このように 5-3-2 で守るというところも考えられますね。ルキアンフリックしましたが、これはつなげられません、まあ、この入りは京都は 5-3-2 で守っているというシーンが非常に多くなっています。そしてゴールキーパーを交えてのビルドアップ、まあ、ソネダへのボールですが、ここは通りません。本来はね、ああいうジュビロのプレッシャーをかいくぐりながらも京都はボールをつないでビルドアップしたいんでしょうけどもね、なかなかそれが簡単にできさせてくれないというのも、この両チームの質の高さが現れていますね。やはり J1 昇格候補の2チームということになりますね、まあ、どちらもそういう意味では負けられないというところですからね、はい、前からプレッシャーをかける京都、ただ宮崎ワンタッチ、中山本康介ですが、うまく取った京都、飯田が行く、 50m5 秒9の俊足、ピーター・ウタがスルーしてシュート、最後宮吉の右足でした。京都はこういうサイドチェンジを狙っていましたね。こういうところをインターセプトして前がかりのままのスピードに乗ってクロスを上げる、この時にピーター・ウタカと宮吉が本当に声を掛け合ってコンビネーションでシュートシーンまでできた、本当にいい形だったと思います。そうしますと、このゲームの入りに佐藤さんがおっしゃっていたサイドチェンジというジュビロの特徴もしっかりスカウティングして狙いどころも考えてますね。対応は対策としてはできてるんでしょうね、はい、ただそこでジュビロがもう一つ躍動感が入った時に後手を踏むリスクというものも考えないといけないと思います。なるほど。ジュビロはもう少し狭い地域でサイドを攻略する、そんな戦い方を持っています。さあ今は両クラブの選手たちが非常にいい形でこのゲームに入っているのが伝わってきます。まあ1ヶ月ぐらい中断期間、125日ですから4ヶ月ぐらい中断期間があったんですが、やはりまあ練習ができない期間もあって、佐藤さん大変だったと思うんですがね、まあ、やはりね、メンタル的にもフィジカル的にもゲームにどれだけフィットできるのかというねところが課題にはなるんでしょうけどね。ああ、よく収めた。そうですね、いいトラップを見せました。山本浩介一人飛ばして宮崎、さらに山本浩介、松本雅也は打つか、小川大輝、小川幸喜が呼んでいます。ワンタッチ戻して松本、このサイドを攻略していくのがジュビロの得意な部分でもありますが、小川大輝と松本雅也、ここは戻します。さあプレッシャーをかける京都、
やはり3人の最終ラインに2人でプレッシャーをかけているのが今日の京都のここまでの戦い方、5-3-2という形になっています。ただそうなると京都は2列目が3枚ですから、このジュビロ の2列目の外側の選手に誰が行くのかが鍵になってきますね。ですね。ルキアンも激しく動き回っていますが、森脇いいカットからワンタッチ、宮吉からピーター・ウタカ、伊藤戻します。今は京都としてはいいカウンターの形を作りましたね。宮吉のワンタッチも評価できますし、彼自身がトラップして仕掛けに行っても面白かったですからね、はい、そういう選択肢のあるプレーを選べたということは良かったと思います。そうしますとここまでの入りという意味では京都の守備戦術2列目3枚の守り方というのが機能していることになっていますが、ルキアン仕掛けます。そしてこのサイドのディフェンスの仕方が一つ注目だという佐藤さんのお話がありました。ジュビロは徐々にボールサイドの縦の関係にルキアが顔を出しているんですよね。そうですね。それが立ち上がりはなかった、はい、これが出たことによって空いたパスコースに小川光輝が先ほど足元に受けましたよね。ああいうシーンがジュビロは狙えるようになると、ジュビロもより仕掛けやすくなると思います。一つ変化が起きそうな、そんな雰囲気になっています。大部は前に出す、ワンタッチで中に入れる小川大輝ですが、さあ京都チャンスになるか。飯田右サイドを切り裂こうというところ、ヒールで返す曽根田、森脇が上がっていきます。上原がつきますが最終ラインに戻す、ジョルディバイス、小川光輝、さらに松本雅也、プレッシャーをかけて取った、松本前を向いている、右足のシュート、若原キャッチです。いや、ジュビロもこのショートカウンターもいい形を見せましたね。ある程度ビルドアップとね、ショートカウンター、はい、そういうところが非常にチームとしては完成度が高いですね。なるほど、まあ、フベロ監督は今シーズン就任2シーズン目ということになります。まあ、ゲーム前に佐藤さんがおっしゃっていたように完成度が高まった中でこのゲームを迎えていますね。まあ、そういう中ではチームとしても臨機応変に変化させることができるんでしょうね。なるほど。山本いい位置でボールをもらって、レフティーの宮崎ルキアンが寄ってきます。ルキアンが飛び出して遠に出すのか、その背後にいる小川光輝に出すのかですね。宮崎レフティーの選手右足で出します。上原はどうする、ルキアンに出す、クロスを打って、ここはいいクロスを上げました。最後小川光輝が飛び出していきます。いや、ジュビロ今いい攻撃でしたね。いや、ルキアンも本当に小川光輝の動きを理解していましたよね、はい、この止めてパッと顔を上げた瞬間に小川光輝がニアに行くぞという合図をしましたから、シャープなスピードのあるボールを入れてフリックでゴールということを演出したと思います。このあたり徐々にヒートアップし始めています。このゲーム中断明けの一戦、間を通した、しかしカットする、小川光輝はルキアンに出せなかった。サイドチェンジ、そのルキアンを狙います。いいボールが来ました。飯田がつく、ルキアン勝負、打てるか、打っていった、積極的に打っていきましたルキアンです。今の松本雅也のこのサイドチェンジのボールですね、非常に効果がありましたよね。そして1対1のシチュエーション、はい、ちょっと飯田がねボールを見失った瞬間に中にカットインしてのシュートでしたけれども、一つ出したところがややマイナス気味でしたから、大きく足を回さないといけない状況でしたのでバランスを崩しましたね。なるほど。そしてリモートマッチということでピッチ上の選手たちの声というのがよく聞こえてきますね、佐藤さんね。本来ならねサポーターの歓声で聞こえないんですけれどもね、このピッチレベルでいろんな会話をしているということが分かりますね、はい、プレー、プレー、ゴーゴーゴー、ルキアン、ルキアン、
フベロ監督の、ね、同サイドにルキアン、ルキアンという声が聞こえますからね、やはりその盾を仕掛けてほしいというのが監督の思いなんでしょう。ルキアンという声が非常に多くなっているのはこのゲームの入りということになっています。また聞こえてきました。そして小川航基が最前線、ルキアンと松本雅也がその下を動くような感じになっています今日のゲーム。そして山本康介も入ってきています。まあ、センターができる選手がサイドをやっているのはこのジブリ磐田の特徴でもありますが、またそのルキアン間で受けて松本雅也前を向く。さあ小川大輝中2枚入っています。クロスヨルディバイス弾き返します。まあ、なかなかねああいう形でシンプルに上げてもヨルディバイスの高さがありますからね。まあ、ヨルディバイスが186センチ。ここは伊藤のいいパスでしたがヨルディバイスカットする。まあ、彼の存在大きいですね。ああいうボールも弾き返しますからね。はい。まあ、ヨルディバイスとピーター・ウタカ、この2人が今シーズンの京都の大きな補強でもあります。センターラインにあれだけ強固な選手がいるというのは非常に大きいですよね。はい、非常にインパクトのある選手2人が今シーズンから京都に加入しています。激しいプレー、元ジュビロの荒木。まあ、単なる1試合ではありますけれども、ジュビロのサポーターの方に、まあ、荒木は頑張っている、まあ、そういったことを思ってもらえるようなそんなプレーをしたいんですという話をしていましたが、今レベリーはしっかり見ておられましたね。スローを見ても荒木が頭を出しに行っているところを胸を張って出てきた小川大輝、ええ、まあ、ファールを取られたのはジュビロですけれども、はい、まあ、スローで見直すとやはりそれは致し方がないなと思います。ええ、そして今小川大輝が治療を受けていますが、この新スタジアムなんですが亀岡市にありまして、まあ風光明媚な場所に佐藤さんあるんですよね。いや本当にこのスタジアム一つできただけで印象がガラッと変わりましたよね。あ、そうですね。まあ京都駅から保津峡を越えて電車で来るんですけれども、田園地帯の中にスーッとこの新スタジアムが浮き上がるようなそんな立地条件になっています。そして荒木と小川大輝が笑顔で会話をしてまた戦いの舞台に戻ります。そしてこの間もルキアに声をかけてますね、フベロ監督ね。そうですね、まあなかなかね京都サンガが縦パスを出させないようなところで真ん中に強固に守ってますから、はい、それで左右に揺さぶりをかけてもう一度斜めのアングルで縦パスを入れたいんですよね。そのためにはルキアンの動き出しが必要だということでしょうね。最終ライン5枚、その前3枚という守り方をしているのが今日の京都。安藤がボールを運んで森脇へ、ピーター・ウタカが中盤に降りてきています。ピーター・ウタカから飯田、ワンタッチ戻して曽根田と飯田、飯田から森脇はサイドチェンジのボール、胸トラップ安藤。これ勝負をする荒木、戻します。ワンタッチで宮吉から、ここはシュートか。今いいオーバー、上がりでワントラップからのミドルシュート良かったと思いますね。庄司のシュートでもありました。こけら落としのゲームでは京都サンガとしては初ゴールを挙げたのがこの庄司でもありました。ヨルディバイス、ここは小川航基前を向けるか。ヨルディバイスいいカットを見せました。金久保、今ちょっと小川がねボールを止めてから右側の選手の方に体を向いたまま出しましたからね。 あそこでね少しでもゴールに仕掛ける素振りが出たらヨルディバイスも予測できなかったんですけどね、はい、こういうところをぜひ経験値上げていってほしいなと思いますね。一瞬の間が予想できたというヨルディバイスのプレーでもありました。まあ、そういう意味ではヨルディバイスの経験値、はい、本当に今素晴らしいプレーにしてくれたと思いますね。17歳以下のワールドカップでは3位に入ったことのあるオランダ代表の選手でもあります。
ここは山本いいプレーを見せた。曽根田からボールを奪って小川光輝へ出す。ヨルディバイス、荒木、バイス、小川がプレッシャーをかけますがロングフィード、サイドチェンジ、逆サイドに出します。さあ宮崎、ルキアンが外に出て中、山本も入っていますがもう一度逆サイドに振ります。小川大輝はクロスを上げる、セカンドボール、宮崎回収、最終ラインに戻します。京都としてはこれだけね左右に揺さぶられたらマークのズレが起きてきますから少し苦しいですね。これを後半まで続けられるとどんな影響があるかというのもありますもんね。まあボールとマークの同一視できるポジショニングを取るんですけど、はい、そうなると今度はラインが下がってしまいますからね。なるほど、最終ライン5枚、その前3枚というのは今のところまだ変えていません。そして左右に揺さぶってくるのがジュビロ磐田でもあります。まあ、ジュビロはこの約20分近くですけれどもしっかりとつないで左右に揺さぶって、ま、縦パスを常に狙い続けるというコンセプトは開始早々からずっと継続してしていますね。はい、左右に揺さぶりつつ真ん中が空いた時には縦パスをズドンと入れてくる、そんな可能性もあります。このジュビロの攻撃、宮崎、中に山本浩介入っています。ホルキアンがショート、飯田がカット、だからジュビロとしてはルキアンがこのまま左サイドに張り付かれるとちょっと困るんですよね。センターから飛び出してもらってスペースを広げていくという動きが途絶えるとちょっと少し苦しくなってきますね。はい、宮崎を出します。飯田がプレッシャーをかける。伊藤ワンタッチで前に出す。山本トラップしきれませんでした。ヨルディバイス、飯田体を当てますがボールをキープ、しかしいいディフェンス。最後は伊藤か、今俊足の飯田ですがまず体を当てられながら行ったところいいですね。ここでね横パス出すよりも自分で仕掛けて抜いていくというところは取られればリスクはありますけれども相手に嫌な経験をさせるという意味でもこのチャレンジは良かったと思います。はい、ピーター・ウタカ前を向きます。強い、サンガはねこういうふうに左右に揺さぶりながら一度庄司を経由したいところですね。はい、この庄司は本当にパスの精度が高い選手でもありますがヨルディバイスのロングフィード、飯田、金久保も前線に上がっています。ピーター・ウタカこの位置、ハンドをアピールしますが認められません。ピーター・ウタカボールをキープして宮吉から荒木、中に金久保、ピーター・ウタカ、さらに曽根田も入っています。まず一人かわしてシュートか、シュートブロック、積極的に古巣相手に打っていきます。ルキアン、山本浩介、上原、そしてまたルキアン呼んでいます。ホイッスル、まあ、徐々にフィットネスに変化があるのかもしれません。今のところジュビロの攻撃はルキアンに渡ればある程度ゴール前までの形は作れそうですね。はい、ここまではルキアンがキーになっています。今日のジュビロの攻撃、ルキアンどうして、思わず森脇もファールをしてしまいましたがそれだけこのジュビロに振り回されつつある京都サンガ FC でもあります。ゴールまで33メートル、宮崎と山本がいます。山本の右足か宮崎の左足か、
本光介の右足、精度の高いキックを打ってきました。最後は小川光輝、一つキックフェイントが入ったことで京都の最終ラインが崩れたと思ったんですけれどもね、はい、そういうところでも、まあ、小川光輝が飛び出してオフサイドにはなりましたけれども、よくシュートの形までは持っていったと思います。そして飲水タイムということになりました。今のシーンです。少し半身分小川光輝が早く出たかもしれませんけどもね、はい、フラッグ上がっていました。あ、メガネか。一瞬庄司が遅れたんですけれどもね、はい、よく飛び出してシュートの形は作ったと思います。そしてこの飲水タイムというのも一つのポイントに佐藤さんなりそうですよね。そうですね、こういう流れの中にね、やはり今いろんな意味でコンディションを注意しないといけませんからね、こういうところで流れが一回リセットされるという意味でも、この飲水タイムというのは重要なキーファクターだと思います。まあ、アメリカのスポーツのようにタイムアウトを取るということが、まあ、サッカーありませんから、まあ、こういった流れの中でいろいろな戦術的な指示を与えることができますもんね。そうですね、それが全てね功を奏すわけではないですけれども、メンタル的なリセットもできますし、直接言葉で指示できるというところは非常に有効でしょうね。はい、ジュビロにとってはやはりこの小川光輝とルキアンがキーになりそうです。ここまでのボール支配率が京都 35%、 岩田 65% と差がついてますね。ただ一つ京都はロングシュート、ミドルシュートではありましたけれども、2本ほど積極的に自分たちが主導権を握って打っていますから、はい、そういう意味では得点をするという意味でもこのシュートを打てている分だけネガティブな要素はないですね。曽根田が強さを見せました。飯田、曽根田、ワンタッチで戻す曽根田、ゴールキックです。まあ、フベロ監督はパラグアイで指揮を取っていた時には、そのパラグアイ国内でフベロ監督のサッカーは攻撃的で美しいと称されたそうですが、ボールを握る時間が非常に長くなっている今日のゲーム。そうですね、この今最終ラインでの浮き球のパス交換はプレッシャーかけられてしまいますね。そうですね、京都は前から行きました。庄司とのパス交換、花久保、中、ヨルディバイス、前に出てきた。いいパス、ピーター・ウタカ、飯田が待っていますが、そちらには出しません。スルーパス、ヨルディバイスか。ここはクリアーボールですが、入れ替わろうといったところ。いいですね、ピーター・ウタカは自分でも受けれますし、仕掛けることもできますからね、はい、あの時に一瞬左足で打ちに行くのかなと思いましたけれども、ヨルディバイスにスルーパス出しましたね。そうですね、このシーンからですね、バイスは昨シーズン徳島でチーム2位の得点を挙げています。得点力のあるセンターバック、森脇、さらに安藤。バイスは少し高めの位置ですが、また戻ります。安藤の位置を庄司が埋める格好になって、その庄司間で受けた。曽根田、さらに庄司。庄司がボールを触る機会というのが非常に多くなっています。ここは合いませんでした。張ったロングボール、京都がボールを奪いました。組み立て直すか京都、まあ、昨シーズンからこのボールポゼッションにも取り組んでいるのが京都でもありますが、今日はここまでボール支配率はジュビロ磐田。タッチライン際、金久保、中、宮吉へのパスは通りません。庄司はサイドチェンジ、俊足の飯田、
ピーター・ウタカ動き出して、そのウタカの先弾き返す岩田、逆にカウンターを仕掛けるか、ルキアンがいます。そのルキアンへのボール、うまく反転しましたがヨルディバイス前に出ます。庄司からふわりと浮かせてピーター・ウタカ前を向いたシュートだー。先制点は京都、公式戦新スタジアム初ゴールはピーター・ウタカ。いやー、実吉監督も思わず笑顔が飛び出しています。サポーターに思いを届けました京都サンガ FC。 このルキアンがね、起点になって最終ラインを上げたかったんですけれどもね、そこでピーター・ウタカが微妙に良いポジションを取ったところに、このワンバウンドのところでもね、ステップ入れながらゴールに向かうストライカーの真骨頂を見せてくれましたね。花久保の素晴らしいパスからこのピーター・ウタカ先制ゴールを決めています。そう思えばルキアンの前線でキープして時間を稼ぐというところをしてほしかったところが、結果としてね、自分たちのラインの背後を突かれてしまいましたね。はい、さあ京都が先制点を奪っています。藤田戻して伊藤、レフティーの選手です。依然として前線に2枚のプレッシャー、中3枚、最終ライン5枚という守り方をしている京都。ジュビロとしてはこの京都を揺さぶりながらどんどん疲労させたいところでもありますが、1点を追う展開になっています。浮き玉、松本雅也、ここはタッチを割っていきました。スローインからルキアン、クロスを上げてきた、いいディフェンス飯田です。間を通したカウンターに行けるか京都。ピーター・ウタカへのボールはカットしました。最後藤田、やはりピーター・ウタカに対してはオーブ・藤田はかなり神経を使わされますね。はい、ですがあそこを受けさせるられる、受けさせるとジブロにとってはピンチになりますからね、かなりタイトに行くべきですね。そしてピーター・ウタカもいろんなところに顔を出してきます。オーブから小川大輝、松本雅也、小川大輝、最前線ルキアが今度は右に出ています。今こういう形でね、センターサークルにあまりジュビロの選手が顔を出せてないんですよね。あそこに必ず1人いるようにしておかないと、その同サイドのところで剥がすことができませんから、そういうところはもう少しチームのポジションを作る必要がありますね。なるほど、そういった立ち位置をどう修正していくか、ジュビロ磐田。タッチを割っています、京都ボール。飯田、さらに庄司とのパス交換、ここはボールをキープします。曽根田はカットされました。もう一度曽根田、最終ラインによるリバイス、ルキアンがプレッシャーをかけます。森脇、小川光輝が来ますがゴールキーパーまで戻します。今日は若原、曽根田と山本のマッチアップですが、ここは山本光輔、ボールを回収して戻して宮崎、オーブロングフィード、松本雅也、いいコントロールから中2枚、ワンタッチで戻します。小川大輝から上原、もう一度最終ラインまで戻します。藤田はどうする、縦にはつけられません。まあ、ジュビロはね、一度松本雅也がああいう飛び出しして相手の高い位置で起点を作って、もう一度やり直してというところをポゼッション率を高めていきながら攻めてますからね、自分たちのスタンスは崩せてないと思います。はい、まあ、リズムを作ろうとしているこのジュビロ磐田、ただどこかで残り15分程度
縦パスの回数を上げていかないとなかなか相手のゴールにはいけないでしょうね、はい、ここはゴールキーパー若原、まあ、どこかでリスクを犯しながら縦パスを入れられるかどうか。庄司この位置プレッシャーをかける。ルキアン、ゴールキーパーまで来ます。ヨルディバイス、少し回転がありましたがここは金久保ボールをキープしています。ボールを奪った岩田、さあ上原は山本光介、そうですね、ここから揺さぶりをかけたいですね。宮崎、山本中に走り込みます。ルキアンを使う。宮崎間を通した、前は向けませんでしたが山本左足でクロス、最後若原キャッチです。今ジュビロの良さが出たワンシーンでしたね。右サイドでボールを奪ってセンターに経由し逆サイドに揺さぶり、そしてタパスを入れてルキアンは潰されましたけど、その後小川幸喜が起点になってゴール前まで行ったと思います、はい、ああいうことをするためにもボールを奪ってから中央にすかさ素早く攻撃したいかなと思いますね、曽根田、金久保は庄司に戻します。ワンタッチ、ここはボール支配率を上げていく京都。いいですね、これで結局シュートまではいけないにせよ相手の攻撃を下げることができましたね、はい、飯田仕掛けます、うまく抜いていきますがここはクリア。最後伊藤です。まあ大型ボランチでもあります、21歳の伊藤博樹、188センチ、非常に将来が楽しみな選手。そうですね、大柄な割には本当に器用ですし、大きなプレーもできますけれども細かなプレーもできますね。そうですね、フベロ監督も期待の高い選手でもあります。いいだ、ロングスローを見せるかどうか。庄司がフリーになっていますが、ピーター・ウタカ、バーッと打っていった。いや佐藤さん乗ってますね、ストライカーですよね、今の相手ディフェンダーのクリアの仕方を見た瞬間にシュートを打てると判断したんでしょうね、はい、敵は食いついてこないと思ったから、まあ、オーバーヘッドシュートを打ったというところ、ワンチャンスにいろんなことができる可能性の秘めたストライカーでしたね。さすが J1 で得点を取った選手でもあります。あっと森脇スルーしてしまった。ルキアン、低いクロスはカットしてクリア、なんとかタッチを割っていきます。佐藤さん、これですね、弾道といい高さといい、ゴールキーパーの頭を抜く可能性もありましたからね、まずはシュートを打つというところ、打たなければ 100% ありませんからね、はい、先制ゴールといい、さらにその後のアクロバティックなシュートといい、乗っているのがピーター・ウタカ。伊藤と宮崎、レフティーのパス交換から藤田、小川大輝、ここは宮崎と小川大輝の争いでもありました。1点ビハインドとなっているのがフベロ監督、今のアクションをご覧になって佐藤さんどんなことを感じましたか。最終ラインと前線のコンパクト、はい、やはり距離を詰めて最終ラインの上げ下げの問題といい、守備の時に全体がスライドしていくというところ、そういうものを求めてますよね、そしてそのディフェンスのシーン、前からプレッシャーをかける岩田、若原ロングボールを蹴り込みます。小川大輝キーパーに戻します。八田から藤田、宮崎を指しますが、その宮崎上原から大分はロングフィードありますが、小川大輝
松本雅也が動き出しますが、そこには出しません。もう一度藤田、さらに宮崎、山本とルキアンがクロスするような形になりましたが、そこをカットしたのが京都曽根田。ジュビロはビルドアップの時に伊藤が、ね、最終ラインに下がるんですけど、やはりそれでは攻め手が足らないので、はい、伊藤も中盤の高さまで上がって受けるようになりましたね。ですね。今上原が間に入って伊藤が上がっています。藤田からその上原、プレッシャーをかけるピーター・ウタカ、さらにここにもプレッシャーをかけて荒木は取れるかどうか。取れない。逆にジュビロはいけませんでした。最後なんとかしのいだのが京都のキャプテン安藤。今のワンタッチで縦パスにどう出されるとジュビロのペースになりますからね、はい、安藤はそこで本当によく予測してブロックしたと思います。今はいいプレーでしたよね。まあ、実吉監督はこの中断期間中一番調子がいいのは安藤じゃないかという話をしていました。もう海外のサッカーよりも何よりも安藤スタイルで行ってくれ、そんな声をかけたそうですが、その安藤が素晴らしいプレーを見せています。ジュビロとしてはここで縦につけようというところ、ただ森脇ヘッドでカット、ショートパスをつなぐ京都。森脇サイドチェンジのボール、安藤いいトラップから、ただプレッシャーをかけるジュビロ、金久保戻します。安藤からピーター・ウタカ、前は向かせません。大分のいいディフェンスがありました。山本浩介、さらに宮崎、ルキアン左に開く、小川光輝中に待っています。上原、大輝という声がかかっています。ベロ監督、さあ松本雅也からその小川大輝、この右のサイドのユニットで崩そうというところか。もう一度伊藤に戻して、さらに藤田。いいですね、ジュビロ、こうやってセンターバック曲がってくるだけの厚みのある攻撃でできてますからね。センターバックも京都陣に入ってプレーを続けています。ただなかなかね、ここから縦パスが入れられないのが今のジュビロなんですよね、はい、例えばここから宮崎に出た時にここから起点で入れたいんですけど、どうしてもボールの持ち方の関係もありますけど下げるんですよね。なるほど。ワンタッチルキアに出します。まあ、その間山本浩介も非常にセンターで揺さぶってはいるんですがね、なかなか出せません。ただそこを剥がして出さないことには攻撃がつながりませんからね、はい、大分とピーター・ウタカで何か接触があったかどうか、足の甲を気にしていたこのピーター・ウタカ。今のシーン、今日乗っているピーター・ウタカ、少し気になる仕草でもありますが、あ、今フベロ監督に対して指笛を注意しているみたいですね。そうですね。あ、ホイッスルと紛らわしいということらしいですね。まあ、これもリモートマッチならではのことかもしれませんね。指笛が顕著に聞こえるからでしょうね、はい、ピーター・ウタカ背負いながらのプレー、ワンタッチ前に出します。大分のプレーからピーター・ウタカ、曽根田、安藤は荒木に出す、金久保が待っていますが、荒木から金久保、荒木、曽根田も来ましたが、その前宮内を走らせるプレーでもありました。宮崎にプレッシャーをかけるピーター・ウタカ、さらに曽根田もプレッシャーをかけます。ヨルディバイスとのマッチアップ、小川光輝です。悔しそうな表情を見せました。そうですね、小川選手がこういう形でその外国籍選手の強さと互角以上に渡り合えるとね、よりジュビロの起点になりますからね、はい、こういう経験値を上げててほしいですね。今日は何度もそういうシーンがあると思いますが、さあルキアン左サイドから手を使ってしまったか森脇、かなりエキサイティングな声が飛んでいます。ここで、ね、手を出してしまいましたからね。
でもこれでカードが出ないというのは、はい、ある種この、まあ、リモートマッチ無観客の効果もあるのかもしれません。相手サポーターの大きなブーイングがあれば、はい、思わずレフェリーにプレッシャーかかってイエローも出たかもしれませんけれどもね、はい、こういう審判への対してのプレッシャーというものもサポーターの非常に効果がありましたからね。なるほど。そういう意味でも今回出なかったのは無観客による効果の一つかもしれません。佐藤さんは大学で教鞭を捉えていますから、そういう、まあ、因子の問題というかいろんな影響力というのを、ね、調べていらっしゃいますね。ホームアドバンテージの、ね、観客因子というのがありますからね。さあここは山本の右足折り返していく、バックヘッド、こぼれ球、ルキアンシュート、小川大輝はサイドチェンジのボール、山本がいます。宮崎、ピーター・ウタカ、いいプレッシャーをかける。素晴らしいですね、今のブロックもね。そうですね、今日のピーター・ウタカ攻守に乗っています。今の宮崎のトラップからキック前での時間は京都の最初の絵は上がることができませんでしたからね、はい、あそこでしんどくても献身的にプレッシャーをかけてくれるということは最終ラインにとっては非常にありがたいことでしたね。まあ、ピーター・ウタカ選手は広島時代フル出場の印象というのがあまりなかったので、そのスタミナはどうかなという感じがしているんですが、プレシーズンマッチ、さらに開幕戦を見ても本当に攻守にわたって献身的に働くなという印象が強い選手でもあります。年齢を感じさせないプレーですね。そうですね、現在36歳のピーター・ウタカでもあります。伊藤が上がっている、松本雅也とのパス交換、レッティの伊藤戻します。上原は伊藤に託しますが、さあドリブルからまた戻した上原、藤田から宮崎、ここでね宮崎できたら前を向けるようなシチュエーションを作ると京都のディフェンスにはプレッシャーかかるんですけれどもね、はい、その飯田との駆け引きというのが今日ここまで宮崎なかなか前を向くことができません。その宮崎、そして飯田がプレッシャーをかける、まあ、立ち上がりにね、宮崎経由でルキアンに同サイドの背後を行かれましたからね、はい、そこを警戒するというところも飯田が対応して縦を蹴らさないようにというところが功を奏してきていると思いますけど、ね、そうですね。アディショナルタイムは3分です。そしてここまで 5-3-2 で守りきっているのが京都。山本からルキアン、前を向こうというところ、ヨルディバイスとのマッチアップ、戻します。バイス、プレッシャーをかける小川大輝、なんとかクリアした京都です。今のルキアンとヨルディバイスのマッチアップのシーンでもありますが、サイドチェンジ、宮崎にいいボールが出てきました。小川航基呼んでいますがそこには出せません。上原、2人でプレッシャーをかけます。大部から小川大輝、いや失礼、伊藤から小川大輝、松本雅也、中ルキアン、松本、シュートだ。ピーター・ウタカ、しかしいいディフェンス、オーブ。今ジュビロね、一つ崩してペナルティーボックスに侵入できましたね。はい、ピーター・ウタカボールをキープして金久保がサポートに行っていますが、その金久保、ボールを奪ったジュビロ磐田、ここは時間をかけます。もうすぐ目安の3分台に入ろうという時間帯、上原は縦にはつけられません。藤田から宮崎、もう一度藤田に戻して、間に伊藤、小川大輝へのパス、もう一度ペナルティーボックスに侵入しておきたいですね。そうですね、後半に向けてもそういった崩しの形をもう一度見せたいジュビロでもありますが、
ホイッスルが鳴っています。京都ボール。宮吉とさらに上原のマッチアップでもありました。いい仕掛けを見せます。戻して庄司、もう一度最終ラインまで戻して時間を使います。目安の3分台。飯田を走らせます。追いついた。いいトラップでしたが、ここは宮崎のいいディフェンスでした。ここで前半終了のホイッスルです。ピーター・ウタカの先制ゴールで京都サンガ FC が1点を先制して折り返していきます。いや、佐藤さん、はい、この小川光輝とピーター・ウタカそれぞれ明暗前半分かれた形になりましたね。そうですね、まあ、ゴールを決めることができた、攻撃の起点になる仕事をしているピーター・ウタカとチームとしてね、ある程度ゴールに近づくことはできるですが、最後のところの仕事をする機会が与えてもらえない小川といった前半だったでしょうかね。そうですね。京都サンガ FC 対ジュビロ磐田の一戦は1対0、京都サンガ FC1 点リードで後半へと向かいます。サンガスタジアムバイ京セラの公式戦初ゲームということになりました。前半終わって1対0、京都サンガ FC が1点リードで後半へ向かおうとしています。前半のスタッツなんですが、ボール支配率はジュビロが 64%、 ただシュートはサンガが5、ジュビロ磐田が2と、佐藤さん、こういう形になってますね。そうですね、ジュビロのボールの回し方は本当にチームのコンセプト通りのサイドトゥーサイド、はい、そこにルキアンの飛び出しであったり小川の飛び出しであったりというところが一つの、まあ、
形だと思います、それを狙ってるんですけど、なかなかね攻撃の形が出ないことによってシュートの本数に差が出てしまいましたね。平均ポジションもご覧のように京都サンガ FC はやはりかなり低い位置にみんな集まってますもんね。そうですね、そして意図的に安藤を起点に左側を崩そうという意図が見えますね。はい、まあ、今日荒木をウィングバックで起用した意図というのも見えますね。そしてジュビロの平均ポジションです、ご覧の通りとなっています。まあ、伊藤がセンターバックの間に落ちるというのが非常に印象的な平均ポジションということになっています。さらにボール支配率、プレーエリアのスタッツが出ていますが、このボール支配率 64%、36% という数字は佐藤さんの目に改めてどう映ってますか。やはりボールを保持しているのはジュビロであると、しかしシュート芯の多さをに関してはこの数字通りではないということですね。まだプレーエリアのところですけれども、ジュビロがもう少し相手のペナルティーボックスの近くで 30% を超えると、もう少しシュートの本数も増えているんだと思います。なるほど。京都サンガ FC は飯田のサイド、右サイドが 52%、 荒木のサイドが 34% ということになっています。さらにジュビロ磐田なんですが、まあ、宮崎のサイドが 34%、 小川大輝、松本雅也のサイドが 52% という、そんなアタッキングサイドの結果になってますね、佐藤さんね。立ち上がりね、ルキアンが宮崎の前方に左サイドに行ってたんですけれどもね、そこを蓋をされたことによってなかなか伸び悩みましたね。そうですね。さあ後半はどんなサイドを使ってくるかというのも注目です。パスの本数ですが、藤田、宮崎、伊藤、大部、まあ、最終ラインに絡む選手が非常に多くなっています。さらに小川大輝、上原、一方の京都サンガ FC は安藤が33本ということになっています。さらにシュート数なんですが、ご覧のようにピーター・ウタカ、ゴールのシーンとアクロバティックなシュート2本、ルキアン2本、松本雅也1、庄司1、山本1、荒木1、こういった結果になっています。庄司と荒木はねミドルシュートでしたけれども、ピーター・ウタカがストライカーが打っているというところは、やはり京都が1点を取っているというところなんでしょうね。はい、前半のハイライトシーンをご覧いただきたいと思います。明治安田生命 J2 リーグ第2節、京都サンガ FC 対ジュビロ磐田の一戦はサンガスタジアム by 京セラの公式戦初戦ということになりました。これはジュビロの11分のシーン、ルキアンが左サイドに出て、まあ、こういって仕掛けてさらにシュートを打っていきました。まあ、ルキアンがこのサイドに出るというシーンが前半多かったですよね。この左サイド同サイドを攻めるというね、フベロ監督もよく指示を出してましたからね。はい、こちらは17分のシーンです。庄司がフリーでもらってミドルで打っていきます。ボールポゼッションはそれほど多くない京都ではあるんですが、いいシュートを打っていたのが京都。金久保のこのいいパスからピーター・ウタカ、見事な先制ゴールでもありました。ジュビロの2センターバックの間にポジションを取ったところを金久保がしっかり見ていましたからね、また丁寧でいいパスだったと思いますね。はい、それを見事にサイドネットに押し込んだという、ストライカーとしての働きを見せた宇高、本当にゴールの匂いを嗅ぎつける男ですね。28分に京都が先制します。まあ、このあたりもボール支配率ではかなり劣勢だった京都ですが、一瞬の隙を逃さなかったこのピーター宇高。まあ、今日の磐田なんですが、サイドを使いながらゴール前まで攻め込んでいきます。ただ京都も最後の最後ゴールネットを揺らせない、まあ、そんなシーンが多くなってますよね。そうですね、ジュビロはね失点してから松本がね飛び出しが多かったですけどね、はい、なかなか点に結びつかなかったです。そうですね。そしてリアルタイムパフォーマンスデータなんですが、ピーター・ウタカと小川航基選手を比較したいと思います。まあ、プレーエリア、さらにゴール数、シュート数、パス数はご覧の通りとなっていますが、まあ、小川航基選手はペナの中にいるシーンというのは非常に多いですよね。そうですね、彼はああいうところで受けて反転してシュートであったり飛び込んでいくというシューターですからね、はい、そういう意味では彼の働き場はこのポジションだと思います。
一方のピーター・ウタカは神出鬼没と申しましょうが、まあ、いろんなところでプレーに絡んできますもんね。どちらかといえば左の安藤を起点にしながらショートパスを使って右サイドに飯田に対する逆サイドのボールのサポートに行くシーンが目立ちましたよね。そうですね。ですからややミドルゾーンの右サイドに顔を出すということが多かったと思います。さらに決定的な仕事もしているという非常に獅子奮迅の活躍を見せている今日のピーター・ウタカでもあります。そのピーター・ウタカのゴールで1対0京都サンガ FC が1点リードでハーフタイムを迎えています。明治安田生命 J2 リーグ第2節京都サンガ FC 対ジュビロ磐田の一戦はハーフタイムを1対0京都サンガ FC1 点リードで迎えています。さあジュビロの選手が先にピッチに出てきています。佐藤さん、後半のポイントというのはどのあたりになりそうですか？そうですね、まずは自分たちのサッカーを押し通しながらゴール前のシーンをどう増やすかなんでしょうけどもね、まあ、なかなか相手も自分たちがやろうとしていくことを防いできますからね、少しリスクを負ってでも仕掛ける相手を剥がすというプレーをチャレンジしていかないとシュートシーンは生まれないですね、はい、一方の京都サンガ FC の戦い方としてはいかがでしょう？まあ、ある程度ねポゼッションはジュビロに握らせておいてしっかりと奪ってからのスピードアップ、そして相手陣内に入ってからボールをしっかりとマイボールの時間を長くするというところ、そういうところが狙いとしては継続性を持って仕掛けていくことでしょう、はい。まあ、森保監督が観客席では見つめてますもんね。そうですね、まずね、どの世代でもアピールできるチャンスですよね、日本代表もあればオリンピック代表もありますし、はい、それぞれこの代表監督が見に来ている段階でチャンスが転がっていると思って全力で戦うべきでしょうね。そうですね、この小川航基、伊藤博樹、若きサックスブルーの選手たちがこの後半どんなプレーを見せるか、
常に注目です。そして先制ゴールを見事に決めたピーター・ウタカ、またピッチに戻ります。両クラブともに今シーズン J1 昇格を争う、そんなライバルチームでもあります。いいですか。前半を終えて1対0、1点リードは京都サンガ FC。 いよいよ後半のキックオフです。小川光輝のキックオフで始まっています。小川大輝は最終ラインに戻します。ここはセンターバックの間にボランチはおりませんでした。宮崎低い位置でボールをもらったんですが、森はヒカット、ピーター・ウタカ間を通します。さらに金久保、ワンタッチでパスがつながっていく。さあ荒木クロス上げる、ファーサイド弾き返す。ジュビロ、宮吉へのボールでした。サンガがインターセプトして、ピーター・ウタカのドリブル、ワンタッチ、ツータッチでのつなぎ、そして左サイドからのクロス、いい形を作ってますからね。こういうところをもう少し頻度を上げていくことで、より得点に近づくでしょうね。サンガの後半のファーストプレーは非常にいい形になっています。セカンドボール、ピーター・ウタカ行きますが、荒木得意のドリブルで切り裂く、前を向いている、ワンタッチでピーター・ウタカ、振り向きざまのシュートだ。またしてもピーター・ウタカ、サポーターへ届けとばかりのピーター・ウタカ、今日2ゴール目。昇格争いの強力なライバルジュビロ相手に2ゴールを叩き込みました。そしてこのパフォーマンスも凝りに凝っています。やはりヨルディ・バイスは重いからなかなかかけなかったんですね。このね、荒木のねドリブル、ここでね一瞬入れ違ったところで若干ミスが起きたかなと思いましたけれども、この宮吉のワンタッチの判断、そしてこのピーター・ウタカの左側に金久保も走ってるんですね。ですからいろんなものがおとりとなって、ピーター・ウタカがシュートを打てる時間ができた。股抜きシュートになったことにより、ハッタがね対応遅れましたね、はい、素晴らしいシュートだと思います。ゴールからパフォーマンスまでサポーターを魅了していますピーター・ウタカ、まあ、ピーター・ウタカも森脇も広島を経験していますから、ああいったパフォーマンスもね得意ですもんね。そうですね、またね、チームの雰囲気もよりテンションが上がってくるでしょうね。まあ、何でも京都サンガ FC の今シーズンのムードメーカーは森脇選手だそうですが、まあ、その森脇、さらにピーター・ウタカが乗ってくれば、よりこの京都サンガ FC の J1 昇格という文字が近づいていくかもしれません。さあ一方のジュビロ磐田なんですが、2点を追う展開になりました。佐藤さん、こうなってくるとどこかで縦パスというのもやっていかなければいけない時間帯になってきますよね。そうですね、ただこういう形でね、ロングパスは効果的ですけれども、はい、ロングパス頼みになるとジュビロらしいサッカーが失われてしまいますからね。そのつなぎながらしっかり崩していくというところ、そしてどっかで長いボールを織り交ぜることができるようになると、ジュビロの可能性も高まっていくんです。今金久保回収して飯田、まあ、先ほどもジュビロはルキアに対していい縦パスだったんですが、そこは森脇の対応で、また京都サンガ FC がジュビロ陣内に入っています。ここは時間を使う京都サンガ FC、 安藤から荒木ドリブルで仕掛けます。戻して安藤、間で受ける金久保、さらにここはカットしたジュビロ磐田、伊藤ルキアンへのパス通るか、森脇の対応です。いい対応を見せました。さすがね、一瞬背後を取られましたけれども、そのリカバリー能力の高さ、経験値の豊富さで森脇選手が奪い切りましたね。はい、荒木から最終ライン安藤、
しかし荒木選手はね、得点に結びついたドリブルのところもね、一瞬ドリブルをミスったような印象でね、でもその持ち前のスピードで振り切りましたからね。そうですね。ああいうところで荒木選手の、まあ、荒削りなんでしょうけども良さが垣間見えますね、はい。まあ、ちょうどこのこけら落としのゲームでは途中から出て非常にいいプレーを見せた荒木ではありますが、その後怪我をして開幕戦には間に合うことができませんでした。それだけに悔しさを持って今日のゲームのピッチに臨んでいます。庄司、ここはじっくりとボールを持つのが京都サンガ FC。 ここは時間を使います。サイドチェンジ、その荒木、タッチライン際でボールをキープ、いいドリブル、さあシュートを打てるか、シュートだ、張ったキャッチです。いやー、荒木も乗ってきましたね。いや本当、森脇のパスに追いつくスピードがあります。そしてかわしてからの力強さ、はい、その最後のね、フィニッシュに行くところの持ち方がちょっと窮屈な形になりましたから、シュートの精度も低かったですけれども、彼のポテンシャルというものを感じさせてくれましたね。そうですね。ピーター・ウタカのシュートはブロックしています。もう一度荒木を使います。さらに安藤、この安藤、荒木のサイドが今日よく機能していますが、そしてヨルディバイスのロングフィードも飛び出しています。これが一つ強度の形ですね。そうですね。飯田、この飯田もスピードのある選手です。ジュビロ磐田は自陣に閉じ込められてなかなか敵陣に入ることができない。そうですね。相手陣地に入った時の京都のポゼッションは非常にいいですからね。はい、荒木、さらに安藤、戻します。そして安藤が出れば庄司がそのポジションをカバーする。少しずつオートマチックに動けるようになったんです。そんな話をこのゲームの前に京都の選手は話していましたが、そういった形になっています。飯田、ジュビロがね、なかなかね、取りに行けないですからね、はい、今ドリブルしに行ったところを取りに行きましたけど、なかなかジュビロが取りどころを作るのが今難しいですね。そうですね。今も小川光輝とヨルディバイスのマッチアップということになります。さあここで桜内がどうやら入るようですね。宮崎に代わって桜内、さらには針ヶ谷が入るようです。大部に代わって針ヶ谷、どういう並びになるかどうか。かなり最終ラインをいじってきましたね。そうですね。ここに藤田がいます。さらに桜内、そして松本のクロス、ルキアン、こぼれ球、上原の左足。さあ変わった直後に桜内のクロスからいいプレーが飛び出しました。そうですね。まずは選手交代2人変えたことによる効果としてシュートまで持っていくことができましたね、はい。針ヶ谷がこれはどのポジションに、伊藤は最終ライン入りますかね。そうですね。伊藤と藤田の最終ラインですね。2センターバックを今日はボランチでスタートに出ていたこの伊藤を変えました。そして針ヶ谷をボランチラインに入れています。桜内から松本雅也、クロス、クリアボール、上原、もう一度打てるか、いいパスだ、シュート、最後山本。さあジュビロが選手交代をうまく使いそうな、そんな雰囲気になっています。そうですね。サイドを打開してクロスを入れて、そのこぼれ球を二次攻撃というところでしたからね。少しだけマイナス気味のボールになったことによって腰が回らなかったですね、シュートの、はい。まあ、同じようなパターンで2度シュートまで行っています。リガヤから小川大輝、ルキアンが近くにいます。
山本もいる。その山本浩介、まあ、ハーフタイム中に佐藤さんがこのジュビロの左サイドは少し課題があるとおっしゃってましたから、そこもまず何か変えそうな雰囲気ありますよね。そうですね、かなりあそこを打開してルキアンを走らせたいですからね、はい、そこに関してフベロ監督も何か手を入れてきたんでしょうね、小川大輝を左のサイドバック、そして右のサイドバックに桜内、まずこの桜内と松本で活性化しています。ジュビロ磐田の今の時間帯、この安藤が守備に追われる時間帯が長くなっています。サイドチェンジ、伊藤、縦パス、ルキアン、3人で囲みます。山本この位置、小川大輝、伊藤はサイドチェンジ、いいボール、桜内コントロールしてクロスまでは上げられません。松本ダイレクトでクロス、ルキアンどうやってるか、ホイッスル、京都ボールになります。ああいうところでルキアン対森脇のポジショニングの取り合いというのは面白いですね。このシーンですね。そうですね、こういうところでやはり森脇はかなり経験値が高いですから、はい、しっかりとファールを受けるというふうな当て方をしてきますね。ギリギリの選択ですもんね。そしてハーフタイムの両監督のコメントが入っています。京都サンガ FC 佐根吉監督ですが、マイボールになった時に大事にするところを作ろう、相手じゃなく自分たちでやろう。ジュビロ・フベロ監督なんですが、冷静にプレーしよう、もっとサイドを有効活用しよう、そんなコメントを出してくれていますが、この後半に入ってからは京都ペースでもあります。ピーター・ウタが今度はサイドに出ます。そして最終ラインヨルディバイス、さらに安藤縦につけます、戻して庄司、安藤はリターン受けられませんでした。ジュビロ磐田ボール、安藤が声をかけます。そして依然として京都の守備なんですが、 5-3-2 という体型は変わりません。伊藤のロングフィード、ルキアン、本当伊藤のパスからサッカーが始まってますね。ジュビロはそうですね、ハイボールを使います。松本、中、桜内、見えつめ見えつめ、上原から針ヶ谷、そして山本、スルーパス、カットした京都、ここからつなぎます。宮吉からピーター・ウタカ、ただ伊藤、ワンタッチでパスがつながります。桜内のクロス、いいですね、今縦パスが入ったことにより相手のサイドが絞られましたからね、桜内のクロスを上げる時間ができました。はい、その分だけ正確なクロスになりますよね。さあ選手交代で大きく流れが変わろうとしています今日のゲーム、まあ、それと伊藤選手が最終ラインに入ったことによってパスが動き出しましたね、はい、彼のキック技術の高さは本当にチームの活性剤になってます ね、 そうですね。松本から桜内、ワンタッチのクロスですが長すぎました。飯田、このボールをなんとか回収しました。曽根田から庄司、ワンタッチでパスがつながって、いいですね、庄司がピーター・ウタカの先、しかし長すぎたか、届けた、届いた、さあピーター・ウタカかわす、こぼれ球、金久保打てるか、シュートだ、最後体を張った伊藤です。金久保がね、一つ相手のゴールに近づくタッチをした瞬間でしたからね、はい、よく伊藤選手守ったと思います、このワンタッチのクロスからね、ちょっと大きかったですけどもね、この宇高のスピードあふれるドリブル、そうですね、ここでまた剥がすんですよね、はい、そこに金久保がカバー行って、でここの寄った瞬間に伊藤選手が宮吉を意識しながらプレスに行ったところ、非常に伊藤選手のクレバーな守備が目立ったと思います。はい、最後一人でなんとか止めた伊藤でもありましたが、その起点になったのが今のプレーはこの庄司の右足でもありました、まあ、それとジュビロのプレスを打開した
京都のボール回しも良かったですね、はい、自陣深いところプレッシャーを受けながら展開していったこの京都のプレーでもあります。庄司の右足アウトスイング、バイスかそれともピーター・ウタカか、ヨルディ・バイスか、ヘッド落としたところホイッスル、松本から桜内、この右サイドは活性化されています。藤田から小川大輝、山本浩介、針ヶ谷、上原がサポートしますが、伊藤のまたロングヒートか、いや横パスです。ここは構える京都、ワンタッチうまくボールをキープした松本、上原どうする、サイドチェンジです。小川大輝、さあルキアンがサポートに行きますが、そのルキアン、もう一度最終ライン、伊藤から藤田、フィールドプレーヤー全員が敵陣に入っている。ジビロ岩田、若原キャッチです。さあここはカウンターを仕掛けるか、宮吉を狙います。入れ替われるか、金久保、金久保はねああいうところでしっかりといいポジションを取ってボールを受けてるんですよね。そうですね、かなり金久保の攻撃に入った時のポジショニングの良さは評価できますね。金久保庄司、この関係が非常に今日も目立っています。この庄司、さらに金久保、その機動力、ここでプレッシャーをかける岩田、ただボールは取れません。ヨルディバイス、3人でプレッシャーに行っています。岩田、ボールキーパー若原、庄司、このプレッシャーをかわせるか、金久保から宮吉、バイスと安藤、そして荒木がいますが中を通します。そして荒木、安藤がオーバーラップ、ヨルディバイス逆サイドに飯田待っていますが、そこには出さずに森脇、ここはボールをキープしていきます。61分を過ぎました。この時間帯はじっくりと時間を使う京都。そうですね、その分だけジュビロは一つボールを奪いに行くチャレンジをしなければ刻一刻と時間は過ぎていきますね。そうですね、どこでボールを取ろうかというその取りどころを探りたいジュビロでもありますが、ここは京都はポゼッションを使っています。今の山本とのマッチアップ、足を踏まれたようですね。さあジュビロボールを持ってルキアンがボールをキープできるかどうか、バイスがサポートします、まあ、バイスのサポートもカバーも良かったですし、はい、安藤の最後のところでの体の使い方も良かったですね。なるほど、そしてここでホイッスルです。さらにここでジュビロ磐田選手を変えるようです。ルリーニャを入れてきます。俊敏なドリブラー、まあ、練習試合で好調ぶりをアピールしていたルリーニャ、ボランチの上原に変えてきますが、これもまた立ち位置をしっかり見たいと思います。少し高い目でダイヤモンドの形でトップ下に入るんですかね。そうですね、トップ下と2トップで3人でまずは攻めていこうという形でしょうかね、針ヶ谷がアンカーの位置、そしてトップ下の位置にルリーニャ、まあ、ボールダッシュもできるというルリーニャです。山本、松本正也が、まあ、インサイドハーフのような位置にいますが、まあ、今の立ち位置で見てるとより2トップに近いところのセントラルミッドフィールダーですね、はい、ここに松本正也、さらに桜内、ルリーニャが動き出しています。そして針ヶ谷が間に落ちて伊藤へ出します。一度ルリーニャにつけてあげたいところですけどもね。そうですね、ボールを触らせていろんなアクションをさせたいですね。
ここが後期から戻します。藤田ルリーニャ近くにいますがサイドを使います。桜内、藤田、ルリーニャがおとりの動きをしていますがなかなかボールは出ません。山本からそのルリーニャスルーした形になりましたがピーター・ウタカセカンドボール、京都引っ掛けた、前を向く、ルキアン、ボールキープ、ここは森脇、いいカット。ピーター・ウタカ、荒木、ピーター・ウタカが低い位置にポジションを取るようになっています。さあドリブルで運んでパスを出す、前を向く、宮吉、ホイッスルが鳴っています。オフサイドフラッグ上がりました。一瞬でしたけれどもね、はい、横パスを受けたウタカが反転して決定機を演出しましたね。そうですね、まあ、やはり彼をなかなか自由にさせたらダメだということでしょうね、はい、決定力もそしてラストパスの能力も高いピーター・ウタカ。桜内のボール、ここは早い潰し、荒木です。今日はフルスとの対戦ということになりました。ルリーニャ得意のドリブルを見せるかどうか、ワンタッチで崩したかったんですがここは宮吉浮き球を使いますが合いません。さあジュビロ磐田としてはどう組み立てるか、2点を追っています。ルリーニャ降りてきていますがホイッスルはなりません。曽根田から宮吉、前を向くピーター・ウタカへパスが出た、シュートを打てるか、シュートだ、張ったスーパーセーブを見せました。いやいい京都の崩しでしたよね、右サイドからセンターへの横パスも面白かったですし宮吉のラストパスも良かったですからね。最後いいセーブを見せたのが八田です。桜内、ルキアンが近くにいます。そのルキアン、小川光輝呼んでいますがサイド変えます。小川大輝、ジュビロ、この時間はどう崩していくか、得意のサイドからの崩しを見せることができるかどうか。山本が今度は右に出ています。桜内、山本、針ヶ谷は縦につけた、スルーしましたがこれは合いませんでした。なかなかあのスピードのライナー性をね、はい、処理して、まあ、ワンタッチで落とすにしても容易ではなかったですからね、逆にかなりリスクを負った縦パスを出さざるを得なかったんでしょうね。ただあれをうまくコントロールできればビッグチャンスになる可能性ありますもんね。容易ではないですけれどもね、有ヶ谷から伊藤に戻します。そして一人選手が右足を押さえていますがルリーニャですが大丈夫でしょうか。小川大輝勝負します。ただうまく対応した飯田、スルーしてピーター・ウタカワンタッチで戻します。いいパスをつなぐ京都、荒木から最終ラインに戻します。ここでプレッシャーをかける小川光輝、間で受けます。ボールをカットして前を向けるか、ただヨルディバイス引き察知能力が高い選手でもあります。センターバック伊藤でリズムが変わったんですがまたここは京都が落ち着いてディフェンス。さあジュビロ磐田崩せるか。京都がねこういう 5-3-2 の守り方をしながらも守備をしながら自分たちのリズムを作ることができてますからね。そうですね、ですから少々
相手にボールを持たれていても自分たちはこのリズムで守りながらチャンスを伺っているという共通認識を持ててるんでしょうね。落ち着いてボールを引っ掛けるそんなシーンが多くなっています。ここでクーリングブレイクが入ります。飲水タイムでもありますが、いや今日はこのピーター・ウタカが2ゴールを挙げています。かつての J1 の得点王が見事にその力を今日発揮しています。いや本当荒木のドリブルからかなりジュビロのところ最終ラインに2枚3枚と絡んでくるサンガの攻撃非常に面白かったですね。そうですね、もちろん決めたのはピーター・ウタカですがそれ以外にも選択肢ありましたもんね。ですからボールになかなか食いつけなかったんですよね。食いつくとラストパスも出されますし、はい、2者選択を迫られながら最終的に自分でシュートを打ってというところのやっぱりピーター・ウタカの能力の高さを感じました。もう一点取りか。コーナーキックのマンツー5番コーナーキックのマンツー5番。それぞれ飲水タイムの中でコーチがいろいろとデータを照らし合わせて指示を出しましたね。そうですね、セットプレーのマークの確認もしっかりしていました。この辺りが戦術自体もそのゲーム特性自体も少し変化がありますね。そうですね、本当に直接指示を全員に伝達できるというのは大きな話ですね。はい、この飲水タイムで流れが変わるかどうか。小川航基ヨルディバイスとのマッチアップに勝ってゴールをもぎ取れるかどうか森保監督が見つめています。ここで切らすなという声が飛んでますね。ここからがねミスが出やすくなる時間帯ですからね。はい、71分を回りました。これでジュビロは3回の交代チャンスを使ったということですかね。はい、そして小川大輝に代えてサイドハーフをやっている山田裕樹、さらに小川航基に変えて三木を入れてきました。ああ小川航基変わりましたね。なかなかね、やはりターゲットですから潰されるシーンが今日は多かったですね。そうですね、そのターゲット練習試合でいいところを見せた三木に変えています。そして中盤の山田を入れていますがどのポジションに入るか。いいコントロールを見せていますが、針ヶ谷がやはりダイヤモンドの一番下で、そうですね、山田裕樹が左なんですけれども、ね、今は流動的になっていますね。はい、途中から山田裕樹が出てくるというこのジュビロの層の厚さというのを感じますが、桜内サイドチェンジを使います。バイスを引っ張り出しましたかね。ここクロスが入れたところですね。中3枚クリア、山本康介がこの位置、ルリーニャ、テイクボール、テイクボール、藤田も上がっていきます。ルリーニャどうする、スルーパスですが少し長すぎたか。松本雅也のパスでした。ルリーニャね、今ねフリーで受けることができましたから、はい、ドリブルであったりシュートであったりもう少し相手のゴールにプレッシャーをかけるプレーを選択してほしかったですね。最後は松本雅也を選択しています。荒木いいですよね。しかし京都はピーター・ウタカに対して宮吉がかなり気を使っていいポジションを取る。はい、さあ三木が行きますが体をうまく入れている安藤、ベテランの味です。しかしここはパスミスになった京都。さあ
ジュビロ磐田チャンスが来ています。桜内戻します。藤田有ヶ谷からもう一度この最終ラインとの遊びのパスからディフェンダーを動かしたいところでもあります。山田裕樹が中盤の底に入ってサイドに山本、そして山田最終ラインに戻します。伊藤右足で出しますが山本、ルキアンサイドから仕掛けるか。伊藤、山本、松本仕掛けたいですね。ジュビロはここからサイドに出しました。桜内、有ヶ谷縦につけるワンタッチ戻して桜内はどうする。クロスだ。セカンドボールはシュートまではいけないか。左足のシュートだ。ゴールキーパー若原キャッチです。最後山田裕樹のシュート。今佐藤さんシュートまで行きましたね。そうですね。ですがゴールの近いところでのシュートではなかったですね。やはり、はい、強度のこの5バックにしてヨルディバイスが真ん中で守るという意味ではショートの守り方は本当にそういう意味では理にかなっていますね。そうですね。今ピーター・ウタカは納得のいかない表情を見せていましたが、そのピーター・ウタカどうやらここでお役御免のようです。野田が入ります。そして宮吉に代わってジュニーニョが入るようです。いや今日のピーター・ウタカは本当に攻守にわたって素晴らしい活躍を見せましたね。やはりストライカーとしてまず喉から手が出るほど欲しい先制点を作りましたしね、はい、一瞬の隙を見逃さないというところのストライカーの嗅覚を存分に見させてもらったなと思います。そうですね。そして昨シーズン湘南でセカンドスコアラーだった野田を入れてきました。野田とジュニーニョ前2人がプレッシャーをかけようという、依然として5-3-2でプレッシャーをかけようブロックを作っているのが京都です。2列目の、ね、庄司を中心とした金久保とのラインですね、はい、曽根ですかね、はい、この2人のこの3人の関係性、そしてセンターの庄司が常に縦パスを切るポジショニングを取っているというところも京都の守備の良さを感じさせます ね。3人でここまで守りきっていますが、この中盤浮き玉、さあここでジュニーニョ、桜内をまず手を使ってしまったか。今はカウンターの危機でしたから思わず手を使ってしまった桜内。さあジュビロとしてはなかなか得点を奪えない、そんな展開が続いてますね。そうですね。サイドの揺さぶりは効果があるんですけれどもね、そこからの崩しに今課題が顕著に現れているのかもしれませんね。そうですね。そして今日何度もドリブルで切り裂いた元ジュビロの荒木に代わって黒木が入っています。いや今日の荒木存在感見せましたね。そうですね。こういうジュビロのシステマティックな崩しに行くよりは彼の能力を存分に出した仕掛けの方が彼にとっては良かったんでしょうね。そしてレフティーの黒木右足で出します。ワンタッチで出して金久保スルーパスを狙いましたが通りません。いや伊藤が最後予測して体張りましたね。いいディフェンスのジュビロ、そこからボールをなんとかキープしています。さあエキサイトしている両クラブ、ここから大事な大事な時間帯。最終ラインに戻します。伊藤はどうする。ショートパス桜内、そして藤田、間を通されています。前を向いたジュニーニョ、さあ打つのか、シュートだ。ゴールキーパー張った。カウンターを狙っていますが、ここはバイスが対応しようとしています。なかなかジュニーニョのスピードあふれるドリブルは効果がありますね。そうですね。この時間帯に出てこられるとジュビロとしても本当に厄介だなという感じでしょうからね。
こういうふうにボールを回せてるんですけども、トップ下のルリニャにはなかなかボールが届かないんですよね、はい、そこを庄司が切ってるというのもあるんですけどもね。まあ、山田裕樹とはいえなかなかそこをタイミングをうまく使えていません。そしてファールがどんどん出てきているという形になっています。やはりかなりね、思うようにいかないのでストレスが溜まってきていますね、はい、山田裕樹にイエローが示されています。この後のシーンです。途中から入っている、まあ、違いが出せる選手でもあるんですが、ハードワーカーの山田裕樹、思わずファールをしてしまいました。そしてイエローカードを示されています。先ほど桜内もイエローが出されていますから、この桜内、さらに山田裕樹、イエローを示されています。さあ苦しくなっているジュビロ磐田、残り10分を切っています。一方京都としてはここまでいい展開を見せています。さあ前からプレッシャーをかけるジュビロ、どこで取るか、安藤ボールをキープしながら相手の出方を見ながらパス、ジュニーニョワンタッチです。ジュニーニョに戻します。金久保、さらに黒木、今日は途中出場です。間に出す庄司、野田を狙っていきます。胸トラップから、ここは時間をかけて飯田がクロス、黒木の左足だ。シュートまで持ち込んだのが京都。京都は近いところだけでなく一つ飛ばしたところに出せるように余裕がありますから、はい、ジュビロがその近いところを狙っているところを飛ばされて、かなり連続守備ができない状況に持っていってますのでね、湧き出るようなパスコースが増えてますね。そうですね、ジュビロ攻撃でなんとか活路を見出したいところですが、カットしていきました。金久保、ここは最終ラインを使いながらのビルドアップ。森脇、さらに飯田、曽根が近くにいますがロングボールを選択。ジュニーニョを走らせます。山本、ショートパスをつないでいくジュビロ、まず1点返したいところでもありますが、京都のブロックは安定しています。ミドルゾーンで 5-3-2 でこの時間帯も構えています。ボールを詰めて引っ掛けて奪い取ります。しかしもう一度ジュビロ、松本、ルリーニャ、なんとかここはスローインに持っていったんですが、桜内クロスを上げる、ルキアンヘッドはスルー。前からプレッシャーをかける山田裕樹、そしてルキアンでしょうか。そうですね、足がつったようですね。かなり運動量が多かったですからね、はい、まあ、この終盤のジャンプというのはサッカー選手にとって非常に過酷だそうですね。いや、もう長い距離を走ってますし、ストップアンドゴーの繰り返しですしね、はい、そこにジャンプも加わってくればやはり痙攣を起こしてきますよね、険しい表情で見つめるフベロ監督です。自分たちがいるべき場所に戻るだけ、そう言ってこのゲーム前このスタジアムに臨んできたフベロ監督、現在2点のビハインド、苦しい展開です。京都はここまでいい展開、野田がプレッシャーをかける、そして黒木も来ます。曽根田ボールを持って野田、前を向けるかどうか、シュート、必死のシュートブロック。まあ、しかしね、今野田の足元にピンポイントのパスが出せるようになってますからね、はい、京都の勢いを感じます。松本、足元でもらってルリーニャへのパスですが、ここは岩田ボール、
ここで京都は選手を変えるようです。38番、現在関西大学4年生に関西大学在学中の永井が入ります。さらに期待の若手のボランチ福岡が入ります。いや、楽しみな若手2人が入ってきました。佐藤さん、そうですね、またね、2対0というところで若干の余裕がありますからね、はい、どんどん若手の起用をしていくというところ、選手層の厚みがこの長いリーグ戦を制する要因の一つですからね、そういう意味でもこの若手の出場機会というのはチャンスですよね。今シーズンの J2 は本当にタフなリーグになる、まあ、そう選手たちは口々に話します。それだけにこの若い選手の成長というのが鍵を握るかもしれません。その若い2人を入れてきたのが京都。さあ一方ジュビロは2点を追う展開。松本から針ヶ谷、そして伊藤、ロングフィードがあります。そのロングフィード、ルキアンを狙う、フルデバイス胸トラップ、ジュニーニョ、ここは松本カット、森脇サイドを変えます。黒木間で受ける、安藤、先ほど永井もそして福岡もファーストタッチを経験していますが、ここは山本康介、ワンタッチで戻す、ルリーニャ、さらに針ヶ谷、山本、アリクロス、セカンドボールは京都。いいですね、ヨルディバイスはね、クロスの対応もしっかりとステップワークで打開してますからね。そうですね、曽根田、さらにパスを出した野田も走り込んでいます。ジュニーニョ、曽根とのパス交換をカットしようというところ。さあここでクロスを上げられるか、ここはカットしていきました山本です。永井はクロスを上げさせてもらえませんでした。86分を過ぎたところ、京都のリードは2点、ジュビロのビハインドは2点。ここはミドルゾーンで構える京都。伊藤を起点にしながら攻めたいジュビロではあるんですが、ルリーニャ3人に囲まれます。ここはサイドチェンジ、その伊藤はどういう選択をするか。横パス、藤田、右のサイドを使います。桜内とのパス交換、ここはヒールで出したんですが、結果安藤の守備で終わっています。ジュビロもね、右サイドで4人でバランスよくボールを回せる形で縦パスが入ったんですけれどもね、そこからゴールに向かうところまでが課題ですね。そうですね、さらに京都の若手2人が映し出されています。現在関西大学4年、永井、そして6月27日の20歳、福岡新平。ここはこのパスは通しませんでしたが、さあジュビロ磐田、カウンターを仕掛けられるかどうか。ルキアンがサイドに出ています。クイックでリスタート、ルリーニャ、ここは時間がかかっていますが、藤田、右に桜内待っています。その桜内スルーしてルリーニャ、山田裕樹から桜内、戻します。いいですね、今庄司がね、ここの縦パスにクッとこうプレスかけに行ったんですよね、右から山田裕樹打つか、打っていた、シュートブロック、安藤のクリア。この位置に伊藤がいます。左サイドに変えるルキアン、ヨルディバイスのクリア、セカンドボール、ジュビロ磐田、
ルリーニャから伊藤、この位置に出ています。浮き球を使ってくるジュニーニョ、タッチを割っています。さあジュビロとしては時間がなくなっている。さあ京都サンゲ FC としては何とかしのげるか。最後の最後の時間帯です。藤田から手につけるハンドをアピールしますがありません。三木は戻して松本サイドに出して中4枚入っています。絡め取った京都。そうですね、今の縦パスをカットしたのも庄司でしたかね、はい、最後までしっかりと仕事をしますね。攻守にわたって存在感を見せているのが京都サンガ FC のボランチラインにいる庄司。かつては山口の攻撃を自由自在に操ったこともありました。さあジュビロとしてはまず1点を返せるか、一方京都しのげるか。ルキアン背負いながらのプレー、落ち着いたディフェンス、コーナーに変わります。J1 昇格のライバル争い、その直接対決で再開初戦ということになっています。ここまで京都が2対0、2点リード。針ヶ谷の右足、アウトスイング、低いボールだ。ゴールキーパー若原、大事に大事に抑えています。ニアのコースが空いてたんでしょうかね、はい、今アイデアとしては面白かったですよ ね、 すね、空いてましたね、ニアコースが、はい、それを山田裕樹の精度の高いキックでよくそこをついたと思います。最後三木が飛び込んでいきましたが、野田、桜内プレッシャーをかけます。いいですね、少々最終ラインにプレッシャーかかっても前線が収めてくれるから大きいですね。そうですね、ジュニーニョ前を向いている、シュートを打てるか。伊藤必死のディフェンスです。いやー、この伊藤も最後の最後までいいディフェンス見せますね。今日2得点のピーター・ウタカ、今日はサンガスタジアム by 京セラの公式戦初戦ということになりました。最初にゴールを決めたのはこのピーター・ウタカでもあります。これが2度目のコーナー。庄司のコーナーキープです。ジュビロボール、アディショナルタイムは5分あります。福岡がいいパスを通します。その福岡前に出る、なんとかクリアでしのぐジュビロ磐田。京都としてはじっくりじっくり時間を使いながら敵陣での時間を増やします。試合のこもった声が飛び交っている試合最終盤、苦しい状態のジュビロ、京都サンガ FC 新スタジアムの公式戦初戦、見事に勝利を飾ることができるかどうか。一方のジュビロ、最後の最後までプレッシャーをかけます。福岡前を向けるか、藤田
田がいいプレーを見せます。安藤のシュート性のボールになりますが、さあ逆にカウンターを仕掛けるジュビロ、まもなく目安の5分台ということになります。伊藤がこの1枚で出ています。山本からサイドチェンジ、松本、桜内戻します。藤田、最終ライン上がってくる京都、最後の最後まで集中力のある京都のディフェンス。そうですね、安藤は本当にねこのボールの出所を体を張って潰しに行きますね。そうですね、佐根吉監督がこの集団期間中一番コンディションが良かったのは安藤だという話をしていた通り、まあ、見事なキャプテン氏をしてくれてますよね。最後の最後まで声でもそしてプレーでもチームを引っ張っています。いいボールが来た、こぼれ球打てるか、打てない。ここは桜内のクロス、ヨルディバイスクリア、さらに永井のクリア、ここでホイッスルです。サンガスタジアムバイ京セラ公式戦初戦、京都サンガ FC が見事な勝利を飾りました。ジュビロ磐田としては好調だったんですが、京都サンガ FC の前に2対0で敗れています。この試合の解説は元日本代表フォワード佐藤義明さんでしたが、佐藤さん、はい、京都サンガ FC が2対0の完勝という形になりましたね。試合運びが良かったですよね、自分たちの持ち味をしっかり出すために良い守備から入って、そしてジュビロの攻撃のミスをついたところからしっかりとカウンターをはめ込んでいくというところ、狙い通りの時間タイミングでしっかりと得点を重ねていったところがサンガの試合運びの良い結果になったということでしょうね。ジュビロ磐田も、まあ、サイド攻撃とポゼッションという自分たちの持ち味は随所に見せてはいたんですがね。そうですね、自分たちがやろうとするところを前面に押し出してましたけども、そこを消された時のオプションを作っていくのが今後の課題かなと思います。そして京都サンガ FC の選手たちの勝利の雄たけびがこの新スタジアムに響き渡っています。サンガスタジアムバイ京セラの公式戦初戦、昇格争いのライバルジュビロ磐田に対して2対0と見事な勝利を収めています。守備ではこのヨルディバイスが、そして攻撃ではピーター・ウタカがそれぞれ存在感を示しました。さらにこの森脇、そして安藤、こういったキャプテンシーを発揮する選手たちもピッチの上での表情豊かな声というのを表現してくれました。いや、リモートマッチということでこの森脇、さらに安藤の声というのもよく聞こえてきました。そして無人のスタンドに向かってサポーターの声を想像しながらの挨拶ということになります。ありがとう、ありがとう。さあ、それではフラッシュインタビュー、ピーター・ウタカ選手です。京都サンガ FC、ピーター・ウタカ選手です。勝利おめでとうございます。 Congratulations for our victory. 新スタジアム公式戦初戦、見事に勝利で収めました。 In new stadium, new stadium where we started on the first game, we started with some victory. So how do you think now? This victory is for a lot of people. First of all, the doctors and nurses that have been very, very helpful in this pandemic time. And also, for all our supporters, all our supporters, and of course, my teammates, you know, we've been working so hard for this victory.まあ、そうですね、まずあの今回ですね、この勝利というより、あの医療従事者の方々、あの本当に多くの方々がまずこのコロナのパンデミック、まあ、そういう時期にですね、本当にあのいろいろ尽力してくれました。そしてまあこういうゲームを迎えられたということで、あの本当に感謝しなければいけないと思いますし、あとはサポーターの皆さんですね、サポーターの皆さんにも本当にこれをあの勝利を届けられてよかったと思いますし、そしてそれプラス、我々のチームメイトですね、本当に今日の試合のためによく戦ってくれたと思いますので、まあ、そういう全てのものがあの今日現れたと思います。
今こちらでは選手たちがね、あの嬉しさの雄たけびを上げていて大騒ぎになっているところなんですけれども、もうあのこの2得点本当に素晴らしいゴールだったと思いますが、こちらを振り返ってください。So now we are in like some festival, but okay, you know, in the game, okay, we scored two goals, and also marvelous goal. So, okay, so please, you can explain about some two goals. No? Yeah, the our system now it's good. Everyone understands what he must do and what he has to do, and also the spirit in the team and the confidence that we have for each other is very high. So everyone believes in each other, and also the staff, you know, they worked very, 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 very hard to, you know, to pick the right team for this game. Of course, we have a lot of players as well. That was not in the team, and of course, obviously, they're going to get their chance. But this is a teamwork. This is what a team has to be, and this is what we showed today. It's not just for us that are inside the field today, but also for the rest of the players that were not here today. あの今日のゴールはですね、本当自分たちがどういうふうにしなくちゃいけないか、あのどういうあのタクティカル的なこととかいるチームワークとか含めて、あのそういうことをしっかり理解した上でのゴールでしたね。あのなので自分が一人というわけじゃなくて、あの我々のスタッフも素晴らしい仕事をしてきましたし、今まででチームメイトもそうです、あの今日いない選手もそうですね、すべての人があの今日のあの今日の試合を迎えるためにピークをここに持ってきて、あのすべての人、すべての我々の選手がですね、今日ピッチで何をするべきか分かってた。だから個人的なものではなくて、やっぱりチームワークとしてこのゴールが生まれたと。だからチームみんなで取ったゴールです。あと一つ聞かせてください。あのゴールした後のゴールパフォーマンス素晴らしかったと思います。2点とも違いましたね。 Okay, about some celebration of a goal, right? Okay, some we show some two type of some celebration, so I'll explain about this. Well, you know what it is, you know, it's for our prefecture, you know, and for the whole Japan, you know, so many people have been working so hard to make sure a lot of people are very healthy.And, you know, they've been doing all the hard works for this difficult period for everyone. So we wanted to appreciate them. So that was what we did. And also the second one was for all our supporters. They couldn't be here today. But wherever they are watching this game, they will know that we gave everything for them tonight.まあ、そうですね、あの1つ目のパフォーマンスに関してですね、あのみんなで考えたんですけども、あのやはりコロナのこの難しい時期に本当医療従事者の方々、多くの方々を本当に尽力してくださった、それの感謝ですね、そういう意味を込めてあのパフォーマンスをやりました。2点目に関してはですね、あの今日来れなかったあのサポーター、あの無観客なので、まあ、そういう人たちも少しでも楽しんでもらえる、まあ、そういうものを提供したかったので、ああいう形になりました。見ていたサポーター本当に喜んでいたと思います。今後の活躍期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。藤原美香さんが聞いてくださいましたが、パフォーマンスについてもね、しっかりとピーター・ウタカ選手は解説してくれましたね。そうですね、あのやはり自分たちがこのサッカーができる場、そして仲間と喜びを分かち合える場を提供してくれているのは、やはりパンデミックの時期の、医療従事者の方がいたからだという意味での、このまず最初に感謝の言葉を述べられたということは本当に素晴らしいことだと思いますね。そして2ゴール目はサポーターに向けて、どうぞ楽しんでくださいという思いを込めた、そんなパフォーマンスだったということですね。あの打ち合わせはいつやっているんでしょうね。それ私も知りたいんですが、サッカー選手はいつやってるんですか、ああいうこと。いや、まあ終わってからみんなで集まってとかいうことあると思います、はい、それでは京都サンガ FC 佐根吉監督のインタビューができるようです。新スタジアム初戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち聞かせてください。あ、嬉しいです。はい、試合内容はいかがでしたか。自分たちでボール持つっていう時間は少なかったんですけど、本当もう選手たちのこう肌感っていうんですかね、ちょっと任してるところがあって、でそういう選手たちが判断をして、で少し後ろにポジションを取りながらっていう中で、本当集中力高く戦ってくれました。今日は点を取るべき人が取って、そして守るべき人がしっかり守ってという試合だったと思います。攻撃と守備分けて評価をお願いできますか。守備の面では、こう相手の幅使ったものに対して本当組織的にこうメリハリつけて動いてくれましたし、ですごい走ったと思うんですよね。でその中で走りながらゼロに抑えたって、もう素晴らしい守備でしたし、まあ、攻撃のところも、こうマイボールでボール持つところで仕留めに行くところ、
のメリハリがあってすごく良かったと思います。これからまた過密日程ということになりますが、今後さらに高めていきたいところはどんなところですか？なんでしょう、まあ、今本当ベーシックなところっていうんですかね、まあ、そこ、まあ、そこは切り替えだったり球際だったり戦うところなんですけど、まあ、そこをしっかりやって日々のトレーニングで積み上げて、もうそこを強くしたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。実吉監督の言葉を借りれば、選手たちが自分で判断してああいう形になったということなんですね、佐藤さんね。そうですね、ある程度チームの方向性をオーガナイズしていきながら、譲れないところは譲れないけども、そこを可変的な部分で選手の意思を尊重する、はい、そして状況に応じた選手が責任を持ってやりきるんだというところを、まあ、一方的に監督コーチが持っていくのではなく、チーム全体としていろんな判断の仕方があるんだよというところを実吉監督は大事にされているのかもしれませんね。そうですね。そしてそこに見事に応えたのが京都サンガ FC の選手たちでもありました。まあ、本当にヨルディバイスが最終ラインを統率、さらに安藤選手、森脇選手が脇を固めているというのも本当に安定してますもんね。この3バックは本当に経験実力ともにかなりトップレベルですよね、はい、J2 トップレベルだと思います。そこに躍動感のある両ウイングバック、うん、そして2列目のやはり縦パスを切るようなセンスのある10番、はい、庄司、そこからの起点となるロングパス、そして2トップというか、まあ、アタッカーのフィニッシャーとしての精度の高さ、はい、そういう意味では京都は精度が高いな、完成度が高いなというふうに思いますね。そうですね。さあ、ジュビロ磐田フェルナンド・フベロ監督のインタビューが聞けるようです。それでは今日の試合を振り返ってどんな感想をお持ちでしょうか？Bueno, ha sido un partido donde hemos empezado bien, hemos tenido el balón, hemos tenido el control del partido y bueno, después hemos en una jugada aislada hemos recibido el gol. Después hemos continuado insistiendo, era un partido bastante igualado y en el segundo tiempo nos ha llegado muy temprano el segundo gol, que nos ha hecho muy difícil poder remontar el partido, a pesar de que hemos insistido, hemos hecho algunos cambios, pero no ha sido suficiente para poder conseguir algo positivo. まずですね、チームは非常にこう入りがよくって、ボールもポゼッションしていましたし、ゲームをコントロールできていたと。でそんな中で、自分たちのミスから失点をしてしまって、0-1 になってしまった。その後も我々のサッカーを続けていて、なんとか同点を狙っていたわけですけれども、そこで前半が終わって、で後半ですね、やはりその立ち上がりに失点してしまったのは非常に痛くって、あそこで、まあ、2-0 になってしまった。でその中でも我々もの交代枠をうまく使って、その得点を目指していたわけですけれども、なかなかその2点という痛いビハインドを跳ね返せなかったと、そういうことです。その2点のビハインド跳ね返せなかった理由っていうのは、今考える上ではどんなことだとお思いでしょうか？Porque no hemos hecho dos goles y estamos perdiendo, ¿no? Y bueno, pues hemos intentado, el equipo rival se han cerrado muy bien, ha salido bien de transición y bueno, hemos intentado por todas las maneras hacer gol, pero bueno, el rival ha trabajado muy bien defensivamente.ですね、0-2 になったところで、京都さんがこう非常にこう中を閉じてきて、ディフェンスに回ったと。でそこで相手はそのカウンターを狙って、いたわけですよね。でやはり今日京都さんの守備が非常に良かったと、そう言わざるを得なくって、0-2になって、しっかり守られてしまったと、そういうことです。ありがとうございました。ありがとうございます。フベロ監督のインタビューをお届けしました。さあ、それではハイライトシーンをご覧いただきます。昨日125日止まっていた J リーグが動き出しました。明治安田生命 J2 リーグ第2節ということになっています。注目のアタッカー小川光輝とピーター・ウタカを擁する両チームでもありましたが、ヨルディバイスからこのボール
金久保のこのパスが本当に柔らかかった。そしてピーター・ウタカ、佐藤さん見事に決めましたね。いやそうですね、金久保に対してジュビロの守備陣が全くいけなかったんですよね。そこでこの距離を空いたことによって金久保がどこにでも出せる時間を作ったことによってウタカがフリーになってしまいましたね。これが前半の28分、それまでジュビロが 65% ぐらいのボール保持率を示していたんですが、1対0、京都が先制しています。1点リード京都で折り返したこの後半なんですが、この後半の始まりから京都が非常にインテンシティ高い、そんなプレーを見せ続けていました。まあ、の連続してねジュビロのボールに仕掛けていくシーンが立ち上がりからありましたからね。はい、荒木のドリブル突破から宮吉、そして宇高と最後宇高が見事に決めています。これで2対0と京都サンガ FC がこの後半の主導権を完全に握った戦いになりました。そしてこの後は佐藤さんの解説にもフベロ監督の話にもあったんですが、京都サンガ FC がうまく中央を占めてるんですよね。そうですね、サイドに逃げることはたくさんできたんですけれども、ここからのペナルティに入るところ、一時ね選手交代からこういう形で連続して攻撃に行ったんですけれども、シュートがゴールの枠を捉えることはなかったでした ね。今のは54分の山本のシュートでもありました。そして今度は67分、相手の隙を伺いながらのプレーでした。このワンツーのパスが非常に効果ありましたよね。宮吉、曽根田、最後ピーター宇高、ここは八田が素晴らしいセーブを見せました。さらに今度は76分、途中から入った山田裕樹の左足のシュート、若原が落ち着いて対応します。まあ、選手交代をしてなんとか機能させたかったジュビロですが、変化はあったんですがゴールまでは結びつきませんでした。一方の京都サンガ FC、 81分には途中から入った黒木の左足のシュート、そして最後の最後までこの京都のディフェンスが崩れることはありませんでした。2対0で見事にサンガスタジアム倍京セラの公式戦初戦をものにしているのが京都サンガ FC でもあります。ジュビロ磐田としては、まあ、昇格争いのライバル相手に2対0で悔しい敗戦ということになっています。さあ試合終了後のスタッツなんですが、ボール支配率はやはりジュビロ磐田 62%、 京都サンガ FC 38% なんですが、シュート数京都13、磐田が8、このあたり佐藤さん結果明暗出てますね。そうですね、やはりね相手の視野の前でボールを回すことではなかなか攻め込めない、そこに縦パスを入れることによってスイッチが入りますからね、そこを意図的に入れさせないように工夫をしたサンガがやはり得点を結びつけることによって優位に試合を運べたという試合でしたね。まあ、ジュビロ磐田もサイドを使いながらうまく京都サンガ FC を振り回したんですが、5枚の最終ラインの前、曽根田、金久保、庄司、この3枚が本当によくスライドしながら実吉監督もよく動いたと思うなんて話してましたもんね。いや本当におっしゃる通りですね、この2シャドウのようで2トップ気味、そして2列目のトリプルボランチのような守り方、本当にある程度選手たちがどっかで工夫をして変化をつけてるんだと思いますね。あー、なるほど。まあ、それが今日の京都の勝利にもつながったようです。京都のアタッキングサイドですが、左が 38%、 右が 34% とほぼ変わらない展開になっていますが、今日は左の荒木がチャンスメイクするというのも非常に目立っていました。さらに中盤では金久保、庄司、ディフェンスでも攻撃でも頑張っています。一方のジュビロ磐田なんですが、この後半の最後の方に桜内が入って右サイドは非常に活性化したんですがね。そうですね、前半に見せた左サイドをルキアンを同サイドに使って破くというシーンが選手交代があってもあまり見られなかった。桜内がかなり積極的に、ね、上がったことによってより右側にウェイトがかかりましたね。はい、右が 51%、 左 31% と顕著な違いが出ています。そしてパスの数ですが、やはりボール支配率があれだけ違うとかなり差が出ています。ご覧のようになっていますが、まあ、ジュビロ磐田のポゼッションという意味では表現はできていました。ただそれがなかなかゴールに結びつかなかったのが今日のゲームということになりそうですね。サッカーはポゼッション率が高い方が有利というわけではないというのが今日の試合を証明しましたね。はい、
そしてピーター・ウタカが5本のシュート、まあ、山田裕樹は途中から入ったんですが2本のシュート、さらに古巣対決となった荒木も2本のシュートを打って積極性をアピールしています。結果的には京都サンガ FC が2対0とジュビロ磐田を2点リードのまま破っています。リアルタイムパフォーマンスデータなんですが、ウタカと小川幸喜を比較しています。今日2ゴールのピーター・ウタカ、そして小川幸喜はヨルディバイスとかなりマッチアップに苦しめられる、そんなシーンがありました。ご覧の結果ということになっています。シュート数が小川幸喜今日は1本も打てなかったというのは悔しいでしょうね。まあ、なかなかねゴール前にボールが供給されることがなかったことでね、彼の良さが全く出せなかったですね。はい、出させてもらえなかったこの京都の守りというのがあったかもしれません。一方のピーター・ウタカは本当にわずかな隙をついて2ゴール上げてますね。そうですね、まあ、その以前にかなり献身的なプレーがありましたからね、やはり前線で起点となるという役割を全うしたと言えるでしょう。プレーエリアをご覧いただければ分かるように中盤から前線まで赤くなっています。まあ、このプレーエリアの中で起点になってまた走っていくという連続したプレーも非常に印象に残りましたもんね。ですから足元だけでなく背後にも抜け出る、いろんなオールラウンドなストライカーですね。そうですね。それでは他会場の結果と途中経過をご覧いただきたいと思います。日野のヴェルディと町田は1対1、そして岡山山口も2対2引き分け、長崎が勝って、現在琉球と福岡は1対1で後半に入っているようです。まあ、この中で松本、さらに大宮、まあ、長崎、まあ、こういったチームも気になりますが、やはり今年も混戦ですかね。やはりねチーム状況においてはそれぞれの事情があると思います。はい、そういう中でね今回引き分けが多いというのは非常に興味深いものがあります。そうですね。そして徳島は3点差を逆転されていますが、その徳島と当たるのが次節の京都サンガ FC ということになりますが、この対戦いかがですかね。まあ、やはりね徳島は今回の課題を修正してくると思います。はい、サンガの方は今回は攻められたことによりカウンターが機能しましたけれども、今度立場が逆になって相手が引いた状態、リトリートした状態の時にどう攻め込むかというところが発揮できればチームとしてはオールラウンドマイティーに戦えるというところになるでしょうね。一方のジュビロ磐田はファジアーノ岡山との対戦ということになっています。この試合の解説は元日本代表フォワードの佐藤義明さんでしたが、京都サンガ FC の今日の戦いぶり改めていかがでしたか。はい、中断明けですが非常に手応えを感じたんじゃないでしょうかね。そういう意味でも今後はどんな相手に対しても自分たちのサッカーをフレキシブルに戦えるサッカーが展開できれば昇格も見えてくると思います。一方の磐田の印象はいかがでしたか。まあ、チームの底力はありますからね、今回の課題を、訂正修正して次の試合に臨んでほしいですね。今シーズンもよりタフな J2 リーグになりそうな、そんな1年です。そしてジュビロ磐田と京都サンガ FC、 この両チームに目は離せません。